株とか投資ね、どうしてんだっていう質問されたりね、僕まだやってないですみたいな感じのことを話してたんですけど、結局蓋開けてみると、まあ、先輩がね、もうなんかもうぼーっとしてるんですよね、昼休みとかに。で、どうしたんですかみたいな感じで言うと、ロスカットされちゃったみたいな。負けてますやんみたいな。はい、皆さんこんにちは。公認会計士の小山です。本日もですね、またあるあるシリーズを、収録していきたいと思います。で、今日のテーマなんですけど、公認会計士あるあるというテーマでいきたいと思います。まあ、先日ね、まあ、ちょっととあるツイートしたんですけど、まあ、会計士あるあるというツイートをして、まあ、なかなかねちょっと反響があったので、ちょっとね今日はその解説版というか YouTube 版でやってみたいなと思います。3つ挙げさせていただきました。で、まず1つがですね、意外に計算弱いと、まあ、特に暗算ですね、暗算弱いですよと。で、2つ目、パソコンですね、 PC は鬼強いですよと。もう人によってはね、マクロ、組む猛者どもたくさんいますんで、まあ、意外にねそこら辺知られてないかなと思ってあるあるであげました。で、3つ目ですね、3つ目なんですけど、日常のね出来事を、まあ、会計用語だったり専門用語で例えがちという、この3つでねツイートさせていただいたんですけど、今日はね YouTube 版なんで、もう1個追加してですね、意外に投資弱いと、まあ、株とかね FX とかあると思うんですけど、意外にね会計士ね周り見てて下手くそだなと思うことが多いので、もう自分を含めてね向いてないなと思うことがあるので、今日はねこの4つのラインナップでお話ししたいなと思います。では早速いきましょう。で、まず1点目なんですけど、意外に計算弱いと。マジでね、これ共感してもらえる人たくさんいると思うんですよ。で、一般的には公認会計士っていうと、まあ、公認がつく会計をする、まあ、専門家ってことで、まあ、計算なんかバリ早でしょと、暗算余裕でしょと、フラッシュ暗算とかもできるんでしょと思われてるんですけど、これね、全然そんなことなくて、むしろ真逆だなと個人的に思っててですね、まあ、よくね、会計士の友達とかと、まあね、ご飯とか買い物行ったりしても、意外ね、暗算弱いんですよね。で、これなんでかなっていうと、これ理由はもう明確でして、もう一つ最大の理由がですね、これは受験時代からですね、電卓にもう頼りまくってたからなんですよね。もう長年のね、だから電卓仕様のせいだと、これはもう明確に理由は言えます。で、僕も当然ですけど、会計士ね、目指す前までは普通の大学生で、まあ、経済学部って言ってももう名ばかりというか、まあ、そこに入学したから経済学部って言ってるだけで、別にその数字のプロっていうわけでもないです。高校もね、どちらかというと数学なんかほとんど勉強してなかったというかですね、もう授業も寝てたというぐらい、まあ、数学は結構縁遠くて、まあ、当然小学校の時の、まあ、算数レベルですよねっていうのはできるんですけど、もうその公認会計士に入ってね、確かに難しい計算は出るんですけど、もう全部電卓頼りですね。で、暗算もね、まあ、それに慣れてる、まあ、せいもあるんですけど、結構考えることも放棄しちゃってるんですよね。もう計算数字イコールも電卓あるからいいやという意味で、もう自分で計算するのも放棄してますという部分で、これ良くも悪くもなんですかね、まあ、今後ねコンピューターとか、まあ、そういった部分で計算を自分でするっていう、確かにもう頻度は少なくなると思うんですけど、意外にね一般の方とのね、まあギャップと言いますか、もう数字めっちゃ強いんでしょと、暗算余裕でしょと思われがちなんですけど、全然特に僕はですけど、めちゃめちゃ間違えます、めちゃめちゃ間違えます。なのでもう電卓はね、僕は個人的には必須です。はい、ただ電卓はなんですけど、もうめちゃめちゃ早いです。もう当たり前ですけどブラインドタッチですね。もうノールックでもうね、まあどんな計算でも、まあ、一通りできますとっていう感じで、まあこれ会計士あるあるの一つじゃないですかね。まあたまになんですけど、まあ、ザ会計士みたいな人で、まあ、暗算早い人はいるんですけど、まあ、僕の友達もいるんですけど、もうそれ聞くと会計士だからうんぬんじゃなくて、聞いてるともともと公文通ってたからですね、公文ですね、公文式とかでなんか計算方法をね習うみたいなんですよね、暗算方法とか、まあ、そういった方は強いんですけど、まあ、多くの会計士以外に抜けてますというのがね一つね、まあ、これ愛着ポイントじゃないですけど、意外にそうなんだと思ってもらえたらなと思って挙げさせてもらいました。で、もう一個言えるのが、会計士目指してる人って本当に質問多いんですけど、数学どのレベルで勉強したらいいですかと結構聞かれるんですよね。ただこれもね言った通り、もう僕とかもめちゃめちゃもう最先端で数字弱いんで、っていう意味では安心してもらっていいんじゃないかなというのを一つね届けたい裏メッセージでもありました。なので、まあ、算数レベルはね当然足し算割り算引き算掛け算とかですね、まあ当然必要なんですけど、あと微分積分とかですね、もうあんなの一切出てきませんし、電卓がねそれ以外の、まあ、難しい計算だったりして割引計算ってあるんですよね。割引計算とかもあるんですけど、まあ基本的には電卓使いますから、そこら辺は心配なきようにという裏メッセージも込めて一つ目に挙げさせていただきました。で、2点目ですね。2点目、これパソコン鬼強いですね。で、これと思った人いると思うんですよ。で、僕もね、よくね就職活動だったりトーマス時代のお話するんですけど、当時はなんですけど、当然ながらパソコンは一切できませんでした。何かっていうとですね、就職してから当然研修を受けて、あとね当然先輩、まあ、チューターとかね先輩っていう人たちが、まあ、たくさんいるんですけど、まあ、教えてもらえるんですよね。今の時代監査ってもうパソコンとか IT 監査はもう必須ですからっていう部分で、これ嫌でも使うようになるんですよ。
で、まあ、監査仕事ですよね。仕事で使うってもので、もう単に資格取りに行こうとかできたらいいなってはないんですよ。もうできないと死活問題ですんで、もう特に J1、J2 の時はパソコンめっちゃすると思うんですよ。もう Excel 関数余裕ですよ。もう空で打てるんで、関数ね、普通になんかもうショートカットキー作っちゃったりして空で打てるぐらいもう多分めちゃめちゃ得意になります。あとはね、まあ、先輩方から伝授してもらったりするんですけど、マクロですね、まあ、マクロ自分で組むなんか思ってもなかったんですけど、僕監査法人の時確かにマクロ組みました。そういう感じではパソコンっていうのは必要に迫られてです。もう監査で使わないとどうしても効率面でもう追いつきませんので、いやでもパソコンは強くなります。でもショートカットキーなんかもう呼吸をするように打ってましたね。もう無意識のうちにもう呼吸をするようにもうショートカットキーのもう応酬というかですね、もうショートカットキーなんか余裕です。っていうのも、まあ、言ったんですけど、大学生とかもうその、ね、社会人1年目成り立ての頃とかっていうのは僕はね全然だったんですけど、まあ、今ではねそのアレルギーとかもなくてむしろ得意と。でパソコンから派生してですね、まあ、新しいシステムだったり新しいクラウド会計システムだったり新しいね IT のなんかツールが出たって言ってもアレルギーなく結構ね、サクサクやれてこれてんのもその監査法人時代のもう修行というかですね、まあ、必要に迫られてめちゃめちゃやったからじゃないかなと思ってます。はい、まあ、そんな感じでこれあるあるなんですけど、パソコンはめっちゃ強いです。なので一つ目に言った通り会計士から数字強いんでしょと思いきやですね、意外にそんなことなくて、電卓だったりパソコンとかそういうね、付随するツールですよねをめちゃめちゃ使いこなして、もうそのね圧倒的な量をさばいてるっていうのが実はね会計士の実務じゃないかなと思います。なのでね、会計意外にできないんだと、でできないと思われる IT とかパソコンですよねっていうのは鬼強っていうのは一つね大きなギャップじゃないかなと思いました。でこれもね、さっきの数学できなくても大丈夫ですよっていう裏メッセージじゃないんですけど、これもね2つ目、こっちは逆ですね。パソコンとかそういった IT スキルっていうのはいくらね会計の専門家といえどもですね、やっぱそれを使わないとそもそも監査がさばけないというような実務になってますんで、ここら辺のねアレルギーっていうのはぜひね、実務入ってからでいいんで、できるだけね早めに解消していった方がいいんじゃないかなと思います。で3つ目ですね、3つ目なんですけど、まあ、これも笑い話なんですけど、もう日頃のね日常で起こる出来事を会計用語とかで例えがち。これね、まあ、分かる人には分かるんですけど、まあ、例えば減損とかデューデリとかってあるじゃないですか。なので、まあ、なんか試算したりチェックしたりすることを、まあ、デューデリって言ったりですね、まあ、DD って言ったりするんですけど、あとは減損ですよね、まあ、なんかその価値がなくなった時にね減損するとかって言っちゃったりですね、これ本当に失礼だなと思うんですけど、よくコンパとか、まあ、女性異性ですよねに対して会計用語ですね、まあ、例えばそれこそ減損とかデューデリとかいうよ人もいるでしょうし、あと僕が聞いた、これ聞いた話なんですけど、監査の手続きでカットオフ手続きってあるんですよ。まあ、エラーって言って、要は期間帰属ですね。売上は本当は来年のものなのに今年にね、当期に計上してないかと。まあ、すなわちね、売上を水増しすることによってね、まあ、今期のね、会計数値ですよね、決算数値をよく見せようという、カットオフエラーっていうんですね。エラー。カットオフって言って期間帰属をエラーしてるというのを期間帰属のね、誤りという意味でカットオフエラーっていうんですけど、まあ、よく言うその期間帰属ですよね。で、これ聞いた話なんですけど、ある男の子がいてね、彼女がいましたと。で、別れて次のね、彼女に行きましたっていう時に、要はダブってる期間があったそうなんですよね。まあ、それをまあ例えてですね、カットオフエラーがあったとか、まあ、そんな話を、まあ、失礼な話ですよね。なんですけど、まあ、会計士あるあるというかですね、まあ、専門用語を使いがちと。まあ、他にもね、いっぱいあるんですけど、まあ、ちょっとね、皆さんのね、あるあるっていうのは、まあ、ちょっと胸に留めてもらって、あるあると思ってもらったらいいんですけど、意外にこういったね、そういった世界で生きてきた、まあね、学生時代も遊ばずに勉強してきたりして、まあ、多分ね、使っちゃうんでしょうね。多分楽しくなって使っちゃうっていう人で、まあ、よくね、新人にもありがちと思ったんですけど、まあ、僕が監査法人にいた時も、まあ、マネージャークラスの人もなんかこういう類のこと結構言ってましたね。まあ親父ギャグじゃないんですけど、親父ギャグが会計用語を交えがちというのも結構あるんじゃないかなと思います。まあ、皆さんのね身の回りの会計士の専門用語例えあるあるっていうのもぜひちょっとコメント欄に書いてもらったら嬉しいです。はい、で4つ目ね、YouTube でちょっと追加したのが、意外に投資弱いってことですね。これ僕もなんですけど、監査法人時代の時に、株って結構難しいんですよ。何かっていうと、独立性の観点からですね、関与先で、ね、会計士で言うと、上場企業の監査をしてますんで、すなわちで株式発行してるじゃないですか。なので、実はね、上場株式の取引、まあ、すなわち株ですね、株の投資っていうのは結構制限されてるんですね。なので、まあみんな為替ですね、FX に行きがちなんですよね。FX っていうのは、まあ、一般的にはね、独立性に反しませんので、要は会社に紐づいてませんので、消去法ですよね、株がまあできないと禁止されたりする監査法人もありますので、まあ、なので FX とか、まあ、時代によっては仮想通貨もあったんですかねっていう感じで投資に走りがちなんですけど、まあ、大体うまくいってませんね。でその理由は僕なりに考えたんですけど、よく株とか FX の、まあ、鉄板のね、まあ手法というのが、まあ、そのテクニカル分析っていうのとファンダメンタル分析、まあ、何かっていうとテクニカルっていうとチャートですね、まあ、チャート、まあ、チャートね、青と赤みたいなチャート見たことあると思うんですけど、ローソク足っていうんですけどね、まあ、それを見て今が買い時とか
か 今がそこだとか今が天井だとか、まあ、そういった感じで、ね、分析するのがテクニカルですね。でファンダメンタルズっていうのが、まあ、会社の、ね、業績だったりあとは一般市場ですね、よりマクロな、まあ、市場全体が、まあ、景気がいい景気が悪いとか、まあ、そういった部分で株式投資意思決定をすることを言うんですけど、まあ、一般的に会計士って、まあ、数字のプロ経営のプロっていう意味で、まあ、テクニカルであれファンダメンタルズであれ、まあ、そういった部分をね巧みに駆使するというわけじゃないですけど、うまいでしょと思われがちなんですけど、結構ねまあ弱いんですよ。でなんでかっていうと逆になんですけど、そこばっかり行きがちで、実は投資の一番大事な部分って僕も思ってるんですけど、もう結局メンタルなんですよ。まあね、下がってる時にむしろ買い増せれるかとかですね、まあ損切りじゃないですけどそこ耐えれるのか、むしろ損切っちゃうのかとか、そこら辺の判断ですよね。結構マインドなんですよね、心で。まあ会計士って、まあ、その勉強ばっかりずっとやってきてね、場数は確かにね監査とか踏んでるんだけど、まあ、そこら辺のお金に対するねメンタルっていうのは結構弱いので、まあ、そこら辺でね結構市場に惑わされてる、まあ、先輩とか結構見てきましたね。その、まあ、監査行く時とかね、株とか投資ねどうしてんだっていう質問されたりね、あの僕まだやってないですみたいな感じのこと J1、J2 と話してたんですけど、結局蓋開けてみると、まあ、先輩がねもうなんかもうぼーっとしてるんですよね、昼休みとかに。でどうしたんですかみたいな感じで言うと、損切っちゃったみたいな、損切られたみたいな、まあ、自動でね損切られる時あるんですけど、まあ、そのロスカットっていうんですけど、ロスカットされちゃったみたいな、負けてますやんみたいな、まあ、そんな感じでね意外に結構身の回りの人弱かったですね。で僕も思い返すと、まあ、結構いろんな投資やったんですけど、まあ、ことごとく失敗してますね、まあ、なので、まあ、その会計したからどうこうっていうのも、まあ、その皆さんが思ってるほど、なくてですね、まあ一般的に、まあ、みんながね、弱いと言われてるメンタルの部分で同じように足切っちゃってるっていうのが現状ですね、まあ、なんで、まあ、株とかね意外にでも勉強になったと思います。意外にね株はできないんですよ。やっぱ監査法人4大監査法人とかでだいたい 7,8 割のね上場企業の監査見ちゃってますんで、まあ、だいたいビッグ4入るとその間違いなくその自分が見てる監査法人のクライアント先をね、自分が見てなくてもですよ、監査法人として関与してる会社のね株は買えませんという規定があったりですね、あのある監査法人によってはですね、もう全上場株式ね買っちゃダメだと、売り買いしちゃダメだと、株式投資ダメだという監査法人もあるそうです。なのでね、もし株式投資をどうしてもやりたいっていう人はですね、まあその辺ね就職活動の際にもチェックポイントの一つに入れてみていいんじゃないかなと。なのでね皆さん、あの為替とかね FX とか、まあ他の投資にね、まあ、行ったりする人も多いですと。で大体負けがちというのが会計士あるあるですね。はい、まあという感じで今日はちょっとまた、あるあるシリーズ言いたいという感じで、まあ、4つ挙げさせてもらいました。1つが、意外に計算弱いですよと。で2つ目ですね、2つ目がパソコンか、一方でパソコンはめっちゃ強いと、まあ、計算ね自分で計算するのを放棄した分ですね、パソコンとかツールとかっていうのはめちゃめちゃ強くなります。で3つ目っていうのが、日常の出来事ですねを会計用語だったり専門用語で例えがち、まあ、時には僕個人的には失礼じゃないそれっていうのは結構あります。はい、まあ、今回ね自粛させてもらいますけど結構あります。なのでね、身の回りの人が言ってたらね、ぜひ真似はしないように、もうそれはねそういう人がいるんだと思って聞き流してください。はい、で4つ目最後ですね、意外にこれも投資弱いですよと、会計経営のプロ数字のプロと思われがちなんですけど、まあ、テクニカルファンダメンタルズは結構ね得意げにじゃないですけど語るんですけど、もうメンタル激弱っていうね、これあるあるだと思うんで、まあねぜひちょっと笑い話として聞いてほしいなと思います。はい、まあ、という感じで、ね、今日はね以上になるんですけど、まあ、最後に2点だけねお知らせさせてください。で僕の動画ではですね、まあ、最近はまあ経営とかビジネスとか投資とかね、まあ、今回もねちょっとエンタメ要素あるようなねあるある話もしていきます。であとは受験の話だったりね、まあそれできるだけね分かりやすく短く配信していきますんで、できたらですね YouTube チャンネル登録ぜひしてください。で2点目ですね、 Twitter ですね、ぜひねシェアしてもらえるとたくさんの方にね届けば大変嬉しいのでぜひお願いします。はい、ということでね本日は会計士あるある言いたいというテーマで動画を収録していきました。はい、ではねまた次回の動画でも、お会いできることを楽しみにしています。では本日もご視聴いただきありがとうございました。